よし、あー、たー監督どこなの？あ、グラウンド行ってます。なるほど、グラウンドの攻撃怖い。そういうことまあ、行ったら分かる。おや？なる。近づく。はい。よっ。はい。ストップ。それ打てない。やり直し。なるなるなる。せーの、え。え。ストップ。なるなる。揃ってない言うとね。なるよ。心が揃ってない。なるなるなる。もっぺんなんかやり直せよ、お前ら。暇すぎ。なるなるなる。でな、朝先生ちょっとあのグランドの声を聞きました。なんやそれ。まあ、よくはないよ、状態。なる。グランドがじゃないよ、お前らが。お前らが日頃どういうプレーをしてるかで、ね、グランドが答えてくれるんだ。でね、今日はちょっと、まあ、大事な日となります。我が野球部にとって。あっち、あこ、座って集合しようか。ありがとう、ゆず。行きましょう。ありがとう。失礼します。何を感じる？なるなる。何を感じる？どうも。心強いです。嘘つけ！オーラを感じます。嘘つけ！ただ、こいつにオーラを宿すのは今後のお前たち。なる。お前たちの行動、プレー、一つ一つがオーラを宿す。なる。今後これを見て憧れる子たちが出てくる。翔太、はい、どうも。ある意味もビビってます。六本木じゅん。これからはね、これをしっかりと強く掲げ、必ず出入りするときは、大玉一礼そして出入りするから、決して忘れない。なるか？決して忘れない。はい、なるなる。最後でーはい、はい、なら、絶対ノックしっかりと身引き締めて気引き締めてやっていきましょう。それぞれの課題点注意しながらエラーしないように。まずは、トリコロ防止、当たり前の3つを減らしていく。あ、どうもやら一つ言い忘れてました。このノックでエラーしなかったやつ、来週朝練しなくていいです。それ翔太さん、ほんまにやるんですか？おい、ちょっと黙れ。何言ってるか、バカにしてんのか。嘘だろ。いや、あの監督が言ってはることやろうと思って。バカにしとるやん、お前。嘘だろ。ほな、なんでな、守備しますと言うた時じゃなくて朝練なくすと言うてからそれをするね。
え、バカにしようのかお前。なるなるなる。いや、気が落ちるのか。え、さっきもやお前、オーダーマーク見てある意味もうビビってますってバカにしようやんけ。なる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 。なあ、え、いえ、監督さん、結構ですか。何や、そもそも何なんすか。急に持ってきた横断幕に一礼とかブランドの声聞くとか正直意味ないでしょ。お前はご飯食べるときいただきますって言うか。それは言いますよ。あれは何意味がある。食材は聞いとるか。お前のいただきます正直言うてな、挨拶儀式っちゅうのは自己完結でええんや。自分への確認や。感謝を忘れないためのそれが挨拶儀式な。だからいただきますって言うやろ。横断幕への一礼もブランドの声を聞くというのも正直言うとそれ自身に意味はないよ。伝わってはないよ。でも自分に言い聞かせる、仲間と確認し合う、そういう意味がある。なる。積み重ねよ、こういうのは。その積み重ねがここ一番の勝負の時に自分を仲間を信じれるもの力に変わるからな。あるか先生は、お前たちがな、このチームの門を叩いた時からずっと期待しとる。先生はもう行くけども、お前はしっかりやりなさいよ。はい、はい、あ、もう挨拶はいいからね、やってきなさい。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、でね、ちょっと考えました。うん、いろいろ考えたよ。ね、このチームに何が足りないのか、うん、よく考えた。そして分かった、うん、このチームにはね、間違いなく解放エクササイズが足りない。なるなる。ちょっと足りんかった。だからね、これから解放エクササイズをもっと取り入れたら、うん、そういう練習にしていこう。そういう毎日を送ろう。おお、かい、おお、かい、おお、かい、おお、チェンジ、かい、おお。はい、30分で1セット、だいたい17セット目から効果出てくるからね。おお、チェンジ、かい、おお、かい、おお。さあ、じゃあ、24分まで2セット目いってたけども、もう一回0分目から、はい、やり直し2セット目ね。はい、いくよ。はい、よい、最後、はい。おう、はい、おう。おい、おい、太田。はい。4セットにしとけ。いやいや、ちょ、もうバレへんって、もう監督らんからセット数増やしとけって。いや、でも、ちゃんと解放エクササイズのリズム覚えないと。もうお前覚えるどころか耳から離れへんねん、ボケカス。お前な、ちょっと進行しすぎやって。うん、よ。映画ちょっと聞け。はい、まず、はい、あいつは野球部の顧問やけど、プロのコーチではない。なあ、うん、トレーナーって本来資格とか持ってんねん。体の使い方が詳しいわ。なあ、けどあいつは持ってない。素人。言うたらな、素人がもう何も考えてない思いつきで考えた解放エクササイズを、俺ら野球部アホみたいにずーっとやってんねん。わかるか？んであいつは気分で初めて気分ですぐ終わる。野球ノートなってお前、さっきあれどうなってんの？あるか？ないやろ。あれな、あいつの返却がどんどん遅れて途中から赤線も消えて、ほんでしまいにはなんか回収も言わんくなったやん。な？あとあれや、横断幕。横断幕だってお前できた当初お前、一連戦でグラウンドの出入りしたらあかんとか言っとったけど、あれもう何日もつけてへんやん。
あれ今どこあんねん。あ、なんかあれ1年がオフの日に公園行ったら監督がピクニックのレジャーシート代わりにしてたらしいです。ほらな、だから解放エクササイズもうろくに調べずに思いつきやねんって。じゃあもういい加減にしようや、もうセット数ぐらいごまかそう、うん、はい、やっちゃうか。で、はい、解放エクササイズミーティングやってます。うー、うん、まあ、ただそんな長々やってももう意味ないからな、ちょっとグラウンド行こうか。グラウンド行って解放エクササイズミーティング、うん、なあなあなあ、はい、行きましょう。今日ね、なんとお前らあれだよな、ああよかったな、OB 会長さんに来ていただきました、ありがとうございます、お願いします。いやどうも。あ、どうもどうもありがとうございます。お忙しい中ありがとうございます。いやー、どうもありがとうございます。今日はあれですか、プレーンにもこう入ってくださるんですか。いやいやいや、肩がちょっと上がらんのでね。いやいや、お元気そうなのに。そうですか。まあ要は生活のところから解放エクササイズにつながる生活ができるかどうか、まあ要するに解放エクササイズにつながる睡眠、うん、解放エクササイズにつながる食事、こういうのを意識しながらね、あとは何や、解放エクササイズにつながる、まあ掃除とかもそうやな、で解放エクササイズにつながる、まあ野球、うん、なるなる、そういう方、うん、どうやっていきたいなっていうふうに思っちゃいます。行きましょう。じゃあもうほんま限界ですって、ええ加減にしてください。解放エクササイズとかもう意味わからんけど、もう無理ですって、もうやりすぎでしょ。どうしてお前。いやもういや、どうしたんちゃいますから、もうええですって。もうこんな思いつきですやん、今回もこう、みんなこんなんやっても意味ない思ってますよ。野球ノートだっていつからやってないんすか。横断幕もここに貼って一礼せなあかんとか言ってない、ずっとやってないやん。なんなん、結局なくなるんでしょ解放エクササイズも。無理ですってやめましょうや。僕らも人間ですよ、もうついていけないですって、さすがに。正直ショックやわ、そんな気持ちで解放せずやってるなんて。よう分かった、うん、よう分かったよ。いかにお前がこのチームで浮いてるかがよう分かった言うとんね。ほなお前はっきりさせようか、そうなったら。うん、ほなええよ、お前ちょっと全員に聞くわ、正直に言うたれ。うん、思ってること正直に言うわ。解放エクササイズ意味ないと思ってるやつ手挙げろ。なる、うるせ。はい、よいしょ、よいしょ、よいしょ、はい、なあ、そうやな、野球ノート提出やな。で、もうちょっと、まずお前ら、前回行ったな、先生のあの、特別打撃の日な、打撃解放強化日、あの日いろいろ教えたな、先生。あの日の振り返りだけちょっと発表していけ、何人か。じゃあまず藤田、何かで発表せ。はい、21日木曜日、監督による打撃解放強化日かっこ晴れ、この日は溜めて解放を。 OK、 ほな次2人目飯島よめ。はい、21日木曜日、監督による打撃解放強化日かっこ晴れ、普段から教わっている打撃。 OK、 ほな次誰に呼んでもらおうかな。ほな翔太よめ。はい、21日木曜日、監督による打撃解放強化日かっこ笑い、なに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 。いや、仕方ないんか、野球のこと。ちょ、お前、日野行け。はい。なあ、お前やね、そこができちょれんのちゃうよ。野球のことではね、生徒がバカにして。なる、なる。お前ら、三人や、日野もや。はい。野球のこともしっかり書いてな。あら、オフについても書いてか。しっかり読んどくか。はい、お願いします。ありがとうございました。はい、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 はい。
野球などしっかり書いとるかあいつら。昨日のな、王について。まずは、入江。なぞったか、うちの野球部。6時起床。チームキャプテン。休日の朝は早い。7時、自主練に行こうとしたら後輩から打撃指導をお願いされる。ったく、キャプテンってのは辛いぜ。ろくに自分の練習もできやしない。7時から12時までみっちり後輩の指導。13時、キャプテンである僕の指示で1年生にピッチングマシンの調整をしてもらった。僕の指示に忠実で可愛い1年生だ。そしてここからは僕のスケジュールとともにリーダー論を述べさせていただく。監督さん、面倒でなければ最後までお付き合い願い。読みました、読みました。嘘つけ、はい、読みました。嘘つけ。はい、次無駄順に一年坊主か。よし。6時起床。1年生なので寮の掃除や雑用を行う。キャプテンから打撃を教えたるでって言われる。面倒だったので予定があると嘘をついてしまった。その後もキャプテンは他の1年生に指導をしたいとお願いしていた。ことごとく断られていて、最終的には1000円あげてお願いしていた。13時、昨日の練習でピッチングマシーンに不具合を感じていたので調整しに行く。キャプテンには勝手な行動をするなと怒られてしまった。その後は趣味の漫画を読んだりランニングをしました。僕のオフは以上になります。なるほど。キャプテン嘘ばっかやろ。なる。はい、次。うわ、サボりの翔太くん、ちゃんと書いてんのかよ。こいつ6時半起床。起きたというよりも日頃野球部で養われている習慣で起きてしまう。幸せなことです。なる。6時35分、クラシック音楽を聴く。朝のモチベーションを高める。7時半、ランニングから帰宅。あくまでオフの日ではなく戦略的休養日であることを忘れない。なる。7時31分、ランニング後は必ず行う開放エクステンション。開放エクササイズ3セット、開放エクステンション3セット。ホイホイホイ3セット。なる。なる。8時朝風呂に入ってからクラシック音楽を聴く。オフの日は心の調整を忘れない。10時、水分をとってからクラシック音楽を聴く。なる。なる。なる。11時、自主練習。自主練習をしながらチームについて考える。果たして今のチームでいいのか考える。可愛い後輩、頼りになるキャプテン、そして尊敬する指導者。自分は時々チームメイトに迷惑をかけてしまっている分、プレーでは絶対に迷惑をかけたくない。みんなには恥ずかしくて言えないけど、もし打席に立てたら絶対に打ちたい。このチームが大好きだから。こんな感じでどうでしょうか先輩。大丈夫そうだったらこの文字だけ消しゴムで消して消して提出してくれたら大丈夫だと思います。よろしくお願いします。あ、大筆大の1000円、ありがとうございます。なーる。ねー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 、すごい解放、解放エクステンション、解放エクステンション。